こんにちは。3時33分に会いましょうスペシャルです。チャンネル登録のしてくださった方1000人記念ということで、今日はいつもの場所じゃなくスペシャルなところからお届けしたいと思います。それでは早速聞いてください。優しい光。Thank you.
ありがとうございます。優しい光を聞いていただきました。皆さんお元気ですか？コメントチャットを見れていますから、ぜひ何でも書いてください。普段ちょっとこういうの書き込むのはちょっとって思ってる人は、今日はスペシャルなのでぜひともお願いします。1000人おめでとうございますってみんな言ってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。みんななんかお茶とかお菓子とか食べてたら書いてください。後で読むの楽しみにしてます。ありがとう。あ、ワンピースありがとう。ワンピースです。ちょっとスペシャルなので普段着ないよそ行きな感じで着てみました。ありがとう。なんかすごい素敵な葉っぱとか用意していただいてありがとうございます。ではあ、ご飯食べながら見てる人ありがとうございます。ではちょっとこの YouTube ライブで月1でやっている今月の5月の誕生日の人に向けてハッピーバースデイトゥーユーっていう曲をやりたいと思います。はいはい、やります。あ、そうだ、今日はゲストの方もいらっしゃるのでぜひ楽しみに見てくださいね。私に共鳴し大きくなってゆくよ。あなたの悲しみの湖を少しでも空に返したい。だからおめでとう。
ハッピーバースデートゥーユーという曲でした。5月の誕生日の方ありがとうございます。ありがとうございますじゃない、おめでとうございます。はい、ということで、なんかいつもと違う雰囲気なので、ちょっとなんかなんて言ったらいいのかな、変な感じ変な感じがしてますけど、でも楽しいです。楽しんでいただけてますでしょうか。では今日のゲスト、この後登場なんですけどね、クラッシャー木村さん、バイオリニストの方なんですけど、その方にちなんで、アクアタイムズの時にストリングスっていうかバイオリンとか弦楽器のアレンジをしてもらった方なんですけどね、演奏と、その方にやってもらった曲で、アクアタイムズの絵はがきの春っていう曲があるんですけど、それのピアノでしっとり弾く絵はがきの春を聴いていただきたいと思います。ではThank you.
とうございます。絵はがきの春でした。はい、ということでゲストをお呼びしたいと思います。バイオリニストのクラッシャー木村さんです。パチ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 。あ、どうぞどうぞ、もちろんです。久しぶり。あ、なんかご無沙汰してます。あ、本当ですか、嬉しい。クラッシャーさんの声聞こえてるかな今みんな。マイク使わないと聞こえてないけど、しっとりバージョン素敵ですねって言ってくれてる。あ、お手伝い、お手伝いをどなたか。あ、大丈夫、なんか嬉しいですね、クラッシャーさんにそうやって言っていただけると。あ、大丈夫、聞こえました。はい、はい、こんにちは。こんにちは、よかったです。ありがとうございます。覚えていてくださってました、絵はがきの春。もちろん。あら、嬉しい。なんかさ、これイントロがなんかギターから始まるんだっけ、なんかすごいかっこいい。そうそう、ね、エレキのストロークの、ね、うん、で、まあ、もちろんアレンジしたからすごい覚えてる、うん、2000、うん、何年だったんだ、9年だったみたいです、これやってもらったの。あ、そう、ちょっと前の気がするけども、うん、12年前、年前、はい。ちょっと前だね。おかけになられます？うん、うん、大丈夫。大丈夫、うん、はい、大丈夫です。はい、はい。なんか2009年にこれをクラッシャーさんに弦のアレンジと演奏していただいて、うん、でもその前からアクアタイムズのなんていうのストリングスチームには、うん、チーム、ね、いた、そう、入ってくださってたから、うんうん、多分2006年ぐらいからレコーディングに参加していただいてて、うん、多分千の夜を超えてとかからやってもらってたのかなって思うんだけど、うん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 、なんかその後もね、結構お一人で、だいたいさ、ストーリングスのチームって十何人かで来ていただくんですけど、うんうん、なんか結構お一人でその後も来ていただいて、ね、一人きりで撮ってもらったりとかやってもらってましたよね、うんうん、赤い、あ、赤い屋根の見える丘で、あ、が仮タイトルで、あれが正式な名前が、うんうん、ひなぎくの、うん、ひなぎくのなんだっけ道な、え、赤い、そうだよね、ちょっとみんなのがよく知ってるんじゃない、みんな教えて、ひなぎくの道だった気がするんだけど、あれですよね、あのすごいフィドルっぽい、はや、うん、あ、それもやったね、はいはい、はい、これですよね、多分ね、その前にさ、うんうん、なんかやってないかな、ね、やってると思う、もう忘れちゃった、はい、なんかあれあります、印象に残ってることとか。ね、やっぱり私たち普段レコーディングで行くと、うん、あのご本人がいる時といない時とあるね、まず。あ、そうなんですね、まあ、あのアイドルの方とかはさ、うんうんうん、だいたいいないじゃない、うんうんうん、でもうこっちだけでこう伴奏をレコーディングしてっていうのもよくあって、はいはい、うん、だけどアカタイムズの時ってやっぱバンドでみんながさ、うんうん、こうすごい仲良く、うんうん、あの合宿的なところで、あ、みんなすごい仲いいなと思って、うんうん、それでみんなでこう作ってる感じがすごいいいなって、うんうんうん、羨ましいなって思ったのが第一印象で、あとまゆちゃんすごい覚えてるのが、うん、やっぱ男どもに囲まれてたじゃない、うんうんうん、それであのなんていうの、私もそうだけど、うん、曲のね、うんうん、一番最後のところ、うん、あの最後から例えば3小節目って言いたい時に、うんうん、多分女子の人はお尻から3小節目前とか言うんだけど、まえ、うん、ちゃんがケツから3小節前私もケツって言うから、あの、あ、同じだと思ってすごい親近感を覚えてる。なんかさ、うん、女の人でケツっていう人初めて見たって言われてその時に、で、え、そうなのって言って、その他の言い方を逆に知らなかった。お尻って言うんですね。お尻っていうの、うん、あ、
お尻の方が上品っていうことなのかな、うん、お尻さん、まあ、でもさ、うん、もねって感じしない。どっちもどっちだよね、うん、そうそうなんだ、うん、そうなんですよね、そうなんだ、そのなんか私も言われたのなんか覚えてる、そうそう、すごいすごい印象的な出来事、それそれみたいな。いや嬉しいですね、うん、さっきも思いっきりさリハーサルでさケツとか言ってたよね、うん、多分ね、そうお尻って言ってみようかなこれから。なんか逆にちょっとなんか変じゃない。逆になんか生々しいよね、うん、ねえ、いいよケツで。そうだよね、うん、じゃあ一生涯、うん、ケツで通します。はいはい、なんかさちょっとゆっくりいろいろなお話もしたいとこなんですけど、うんうん、っていうかさ、そうだよね、大丈夫ですか立ちっぱなしで。あ、もう慣れてます。あ、本当、うん、すいませんね、なんかね、ピアノの人とかね、鍵盤の人、うん、あ、でもライブの時立ってるじゃん。そう、立ってる時も多かった、うん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 、全然大丈夫。はいはい、なんかさ私何年前だろう、7、8年前ぐらいに、うん、私すごいバイオリンっていう楽器がもうすごく好きで音色も好きで憧れなんですよ。それでそうやっていっぱいねレコーディングをしてもらって、うん、よし私もバイオリンちょっと習ってみようと思って、うん、そう買ったので、買う時にね自分で買うとさ結構バイオリンって高いじゃないですか、うん、で初心者用のはまあそのバイオリンの中に見たら安い方なんだけどさ、うんうん、でも最初にこれ買うのいきなり勝手に適当なの買って失敗したらやだなと思って、うんうん、クラッシャーさんにあの、ね、見立てていただいたんですよ。でなんとケースまでいただき、あの大事に飾ってます。あの今てかもうね挫折をしちゃって、あの何度かのレコーディング来ていただいた時に報告してるんですけど、うん、どうしてもビブラートができなくて、このあのビブラートがで、私おかげさまでですよ、うん、レッスンに習いに行って先生のところにね、うん、週に1回とか、うん、あの私たくさんバイオリンのレコーディング見てきたから、うん、すっごいなんか褒められたんですよ、なんか初めてにしてはすごいうまいみたいな。ですよねと思ってなんか張り切ってやってたんだけど、うん、なんかそのやっぱ蝶々とかさ、うん、なんだっけ初心者でやるやつ、ララミミファファミキラキラ星だ、キラキラ星、うん、を割とスッて押さえて、うん、こっちは弾けるようになったんだけどさ、うん、ただただそれを弾いても何かつまらないなと思って、あ、ビブラートが足りないんだと思って、うん、ビブラートでこう、うん、やろうと思ったんだけど、ビブラートが本当にマジで全然難しいの、この難しいね、ピアノってこう同じ方向に腕を動かすじゃないですか、うん、でバイオリンってこっちはこうだけどこっちはこうみたいなのがもうすっごい難しくて、あの未だに挫折しております。あのせっかく見立てていただいたのに申し訳ないなと思いながら毎日見てますバイオリンを。そうか、はい、ビブラート、ビブラートさ難しい、あ、今ビブラート特訓されてる方いるって見て、ちょっとぜひお手本を、お手本ってその今日持ってくればよかったな、まあ、ちょっとでも下手すぎるから、下手すぎちゃってもう、うん、このそう左がこうで、おー素晴らしい、あすごいすごいですよね、それ本当になんか軽くやられてるから簡単かなと思ったらもう本当全然難しくて、うん、なんかね力入れすぎるんでね、動かそうと思って多分、うん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 、それでなんかさ多分ピアノもそうなんだけど、うん、大きい音出そうと思う時ってガーンってやったからって別に大きい音になるわけじゃないじゃん、うんうんうん、そのいい塩梅のとこ、うんうんうん、強さでやった方が、うん、もっと音が広がってさ大きい音が出る、うんうん、はいはいはい、だからビブラートもこう動かそうと思って、うん、こうやってやると、うん、なんていうの力入っちゃって、うん、全然動かないんだよね逆に、だからあの抜いた方が動くよ。よく聞くやつだそれ、うん、抜いた方がそう、あ、うん、ちょっともう一回やってみよう、そうよね、うん、何年かも一回挫折してもう一回やろうって思い立った時があって、うんうん、
久しぶりにバイオリンを持ってここでやったら、一応なんか初心者だからここの、ま、なんていうここの幅のとこの真ん中でこれを、これって何でしたっけ、この棒弓、そう弓をこう引くっていうところを確認するためにこのここを見たらここがぼやけて自分が老眼だっていうことにバイオリンによって気づいたっていうことがあります。それでなんか老眼なんだってびっくりして、そのままになっちゃったバイオリンは。ひどい話ですいません。一日朝起きてさ、ちょっと5分やればいいんじゃない。そうだよね、何事も慣れですよね、上達はね、楽器の。そう、あの小さなこう、ステップの積み重ね、はい、はい、そのさっきのビブラート特訓の方もちょっと頑張ってください ね、私もちょっとやってみようかな、はい、はい、ということで、はい、ということでっていうか、はい、あのそんなクラッシャー木村さんにですよ、私今、ニューアルバムを作ってるんですけど、のそのうちの1曲でバイオリンをレコーディングしていただいた曲があるのです。ですのでそれをちょっと初めてご披露させていただきたく、こんな嬉しいです、一緒にやれて。なのでちょっと準備をしますよ。その曲は崖の街っていうタイトルです。崖の街、まあなんかこの曲についてはちょっと説明はあんまりせず聴いていただければ嬉しいなと思います。ちょっと待ってください。お水を飲みます。あー嬉しい、一緒にできるなんて。すっごい素敵なレコーディング音、本当に感激しました。リモートでね、これもねコロナ禍ならではの、ありがとうございます。では聞いていただきたいと思います。崖の街。
風の吹く街に生まれて、風の吹く街で育った。いつも誰かを追いかけ、強くありたいと願った。見上げれば仲間がそこにいて、見下ろせば仲間がそこにいる。私には何もする術もなく、仲間の声が風に消えてく。の街っていう曲でした。あー嬉しい、ありがとうございます。バイオリンの音色素敵ですって。ですよね、嬉しい、ありがとうございます。あーそうだ、クラッシャーさん、お知らせが、お知らせ何か、ないですよ、お知らせっていうほどのものはないですよ。お知らせない、うん、ね、今コロナで結構ライブねできなくなってるの。そうね、うん、そうなんですよ、うんうん、なんか昨日私クラッシャーさんのアルバム聞きました。CD 聞いてくれたのね、ありがとう。そう、ストリーミングの方だったんですけど、うん、サブスク、うんうん、なんかすごい良かったです。あ、本当？あのなんかなんでしょうね、クラッシャーさんのさ、うん、なんだろう、すごい心がね、気持ちがすっごい、うん、はーってなんか晴れ渡る感じがあります。本当、うん、ピアノの方もドラムの方もなんかリーダーアルバムですってクラッシャーさんおっしゃってたから、うん、なんかジャズっぽすぎるものを、うんうんうん、ジャズを想像してたんだけど、うん、なんかあんまりジャズ感じゃない、なんて言ったらいいのかな、うん、一応私全部私のオリジナル曲で、うんうん、で、まあ、ジャズも好きだけど、私やっぱロックとかさ、うんうんうん、ファンクとかも大好きで、うんうん、でもなんせ楽器がバイオリンってこう、うんうん、なんかこうフレンチレストランのランチって感じしない？ランチってランチなの？ランチタイムに流れるなんかこうスイングなジャズとかさ、バイオリンってホテルのラウンジとか、うん、なんかそう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 、なんかやっぱそういう楽器だから、自分の好きな曲と私の弾ける楽器がマッチしてないなっていうのは結構ジレンマもあり、うん、でやっぱりサックスとかトランペットみたいにこうプーってやっただけでこう、おー渋いっていう感じが出ないから、まあ無理して例えばすごいジャズっぽいやつをやることもないし、自分のアルバムだから自分が好きな曲で自分がやりたいようなやつを作ろうかなと思って作った、うんうん、すごい。だからなんていうの、私結構さジャズもたまに聞くんですけど、難しすぎたりとかするのもあって、
って思ってたから、うん、すごい聞きやすくて、あとなんか結構なんていうんですか、ラテン系の感じもありますよね。だからすごいなんていうのかな、楽しくすごい聞けて、しかもなんか最初の方なんて特になんかその気持ちがファーって軽くなるからさ、すごいなんか掃除したくなっちゃってはかどったそう、うん、結局やれてないんだけど掃除あらでもなんかそういう朝の活動するときに聞いたらめっちゃいいと思って、うん、あ本当、うん、やっぱイーストだから歌詞がないからさ、うんうんうん、その聞く人のなんつうの、うん、取り方によるっていうかね、まあ、いいとこでもあり、うんうん、退屈かもしれないけど、いやいやいや、聞いてない人にはね、うん、だけどお掃除はかどったらいい、うん、すごいはかどった、なんか、うん、心もすごい、本当にね絶対みんな聞いた方がいいよ、うん、あの明るいなんていうか悩みのごちゃごちゃがなんか外側に行く感じがする、うん、嬉しい、ぜひ明るいからかな、はい、クラッシャーさんがね、うん、いやそんなことないの、結構そうなんだ、あのね、ぜひ皆さんあの、はい、概要欄からあの、あ、はい、あのリンクがあるので、あとサブスクでもね聞けるし、うんうんうん、CD を求めの方は、うん、概要欄のところでぜひチェックしてください、はい、ありがとうございます、はい、あとさ、うん、ちょっとだいぶ時間も長くなってるけどどうしてもしたい話があっていいですか、ごめんなさいね、あのね、うん、私クラッシャーさんの言葉ですっごく印象に残ってる言葉があって、うん、あの好きな食べ物みたいな話をしてたんですよ、うんうん、で、なんか2人とも餃子が好きっていうので盛り上がって、うんうん、であと私お鍋をポン酢で食べるのもすごい好きって言ったら、うん、クラッシャーさんもすごい好きって言ってて、その時にクラッシャーさんがつまり私たちって酢醤油が好きってことなのよっていう一言をいただいたんですよそれがなんか結構なんかすごい私もなるほど酢醤油なんだって思って、でも確かにそうだなと思って、そっからはなんか酢醤油を意識した生活をしてますけど、やっぱね餃子もね酢醤油とその油がさちょっとこう混ざった、うん、あれがもう本当最高美味しい、うん、美味しいです、うん、もう本当にすっごい酢醤油好きだなって思っててなんかその最近それ結構前だから話したじゃの、うんうん、最近はなんか食のなんか好みとか、なんか新しい食べ方とか、ね、私去年さワインエキスパートの資格を取ったの、うん、それですごいえそれってソムリエですか、ソムリエ、そう、あの一応実務経験がないから、うん、あのそうじゃない人と、まあ、同じレベルの資格だけど、えすごくないですか、なんか難しいとかって聞いたことある、大変すごい勉強した、でも、うんうん、匂いとかですよね、匂いもあと座学の方も大変だった、世界中の国のさ歴史とかさ、うん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 、そういうのを勉強するから、うん、そうなんだ、大変だったけど、だからワインのつまみがすごいレパートリーが増えた、すごい、うん、ワイン私、お酒の味の中で一番好きなのが、うん、シャンパンなんです、シャンパンっていうか、まあ、カバっていうかスパークリングの味が一番好きで、その次が白ワインの味が好きなんですよ、いいね、うん、いいですよね、うん、あいいですね、これからの季節 ね白美味しいよね、なんか、白ワインに合うおすすめのつまみ何かありますか、品種によるからあれだけど、あ品種、うん、ね、うん、なんだっけ、シャルドネ、あはいはい、あのちょっとこ香ばしい感じのだったら、うんうんうん、ポテサラとか、へえ、美味しいと思う、あそんな感じ、うん、へえ、あの全然その洋風のご飯じゃなくても和食でも全然合う、へえ、そうなんだ、うん、ポテサラとなんか合わせるなんて考えたこともなかった今まで、なんかそんな別にお酒飲んべえじゃないからさそう、だいたい考えてます、そういうこと考えてる、そうですよね、うん、ワインがあってそれに合うつまみを考えるか、うん、あと冷蔵庫にある食材で何飲むか決めるかどっちかだけど、うん、ずっと考えてるえ
じゃあ大体毎日ワイン飲むっていう感じ？あのね、今ちょっとね、あの内臓がやっぱさすがにむくむなと思って、うん、そうなんだ控えてるけど、うん、でも飲むね、うん、何が好きなんですか？やっぱ赤ワインなんですか？ワイン好きな人って。そんなこともないんじゃない？どっちも美味しい、何食べるかによる。あ、そっかそっか、うん、合わせんね、うんうん、そうこだわってらっしゃる。そう、そう、すごい。あとね、最近麹納豆にすごいハマってて。麹納豆ってすごいいいよ、腸活に。腸活、うん、あの麹と納豆と、うん、あと切り干し大根とか切り昆布とか入れて。え、麹ってあのよくスーパーに売ってるパックに入って白いやつ、ね、乾燥麹。乾燥、うん、あるんだ。乾燥麹と納豆と。へえ、すごい、すごいいい菌が、おいしい、うん、いい菌がいっぱい入ってそう、うん、へえ。乾燥麹ってどんぐらいの量で売ってるんですか？ね、1パック200グラム。あ、そんな大きすぎないんだ、うん、他に使い道あります？納豆に入れる以外。麹？甘酒？あ、とか使えるのかな。あ、そういうことなんだ。へえ、ちょっと見てみます、うん、そうなんだ。はい、ありがとうございます。あの、ありがとうございます。楽しいお話を、はい。はい、ということで、はい、じゃあもう一曲、せっかくなのでクラッシャーさんにお願いしてて、これもすごく嬉しいです。もう一曲お願いしてますよ。そのさっきの崖の街が入っているアルバムは夏ぐらいに出す予定なので、そちらも楽しみにしてもらいつつ、この最後の曲です。一曲、もう一曲お届けしたいと思います。いきますよ。 Freeze it baby。 そんな思いは冷凍庫に入れちゃおう。そんな思いは冷凍庫に入れちゃおう。30秒待って溶かして、蹴飛ばしそうなその前に、そんな想いは冷凍庫に入れちゃおう。そんな想いは冷凍庫に入れちゃおう。30秒待って溶かして食べよう。30秒待って溶かして食べよう。金のなる木に金が実っても、それは隣の家のもの。あんな顔に生まれてくればと鏡を覗くその前に、そんな想いは冷凍庫に入れちゃおう。そんな想いは冷凍庫に入れちゃおう。30秒待って溶かして食べよう。30秒食べよう。
して食べよう30秒待って溶かして食べよう。ということでスペシャルゲストクラッシャー木村さんでした。ありがとうございます。そして配信も今日はこちらで終わります。ありがとうございました。ありがとう。またね。またやります。またね。